の来賓にお越しいただいております、大津町町長金田秀明と藤木様よりご挨拶をいただきたいと思います。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おめでとうございます。ご紹介いただきました。東京都の方が実施いたします。本日は、こうして、正大学晴れやかに、10回目となる東大津の動画屋が開催されますことに心から喜びを申し上げます。また、東大津の皆様におかれましては、どの地域よりも本当に地域とつながりを大事にしながら、行政文化、町づくり全般にご理解できるようにたまり、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。先ほど、黙祷を捧げましたけども、本年は、元日から本当に痛ましい地震が起こっております。大津町におきましても熊本市皆様も被災された方多く、そして心を寄せられていることと思います。町としましては現在、募金を行うとともに現地の救援体制を整え次第、早ければ今週から職員の派遣もかけていただく予定です。しっかりと本年もです、大津町もつながりを大事にした優しい町づくりを進めていきたいと思っています。また大津町の中の話をしますと、元日から熊西新聞を開いた方多いと思いますけれども、本当に大津町の知事が多く掲載されておりました。一つには大津高校サッカー部の初戦突破、またパリオリンピックが内定している大津町出身のマラソン選手の赤崎選手の記事、そして、ホテルが今から1000室ほど増えていくような話ですとか、台湾人の方も急増している話、そして悲鳴を飾ったのが空気ワクチンに伴う中間駅の設置の話でございます。特に中間駅に関しましては、あそこに中間駅ができて、そして近くに商業施設、大きなものができることは、この東大津区の発展と利便性の向上に大きくつながるというふうに思っております。しかしながら人が増えるということは、交通渋滞の問題ですとか、水の問題、あるいは農地の問題、コミュニティの問題、さまざまな課題が出てくると思っております。町としましては、町の発展がしっかりと住民生活と向上につながっていくように今後も取り組んでいきますので、引き続きどうかご理解ご協力お願い申し上げます。結びになりますが、本年が東地方交付にとって素晴らしいものになることを記念しまして、私からご挨拶いたします。いつも本当にありがとうございます。本年もどうかよろしくお願いいたします。